探偵者って、探偵側がもうちょっとこう、容疑者全員をこう、なんとか、にゅんにんってやれば、一瞬で終わらせられそうなのになって思うことあるじゃないですか。でもこの s h a d o w ダ of Doubt は、なんかかなり自由度が高い探偵者で、思った感じのことを何でもできるらしいんですよ。だから今回はこの s h a d o w ダ of Doubt で、ちょっと、容疑者全員や、んって感じにしていこうかと思います。それでは、やっていきましょうか。街の名前を入力してください。ノバマン・シティ。 これがノアマンシティか。とりあえずこいつを捕まえるか。話しかける詳しく調べるだって。不明、市民。こんにちは、お名前はお前には関係ないことだ。そりゃ正論だわ。なるほどね。こういう感じで調べていくのか。で、この人とか建物とかは全部自動生成らしい。このゲーム。これ立ち入り禁止おぉ。不法侵入すると罰金が取られますと。へぇー。 で、いろいろもらったりできるんだ。ほー。掃除用スプレーもらったところでなこれは何あー、この中、これキーパッドね。あ、右クリックで鍵開けもできる。いいのこれ。え、え、え、いる誰か危ない危ない危ない,危ないえ、でもトイレに入ってった。これさ、閉めて、で、入って、お金とか拾って、なんかいろいろ、あーやべえ、バレてるこれを、 ここに置いて入ってこれないようにしてえっ、ー、となんかなんかなんか鍵開け道具をもらったこれ開けられないいやでも帰ってこねえなあの人じゃあ楽しくパソコン使っちゃおうかなあやべあやべ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 あ自分のこれでで<笑><笑>あっ話がなんか コソドロしてる間に新しい殺人事件が起きた知らない天井で目覚めたわ医療費を払って完治させる医療費を払,払わずに脱出を試みるそれはもう払わんだろうそんな金ねえわやばれたへっうぅ足がああっあっ何で病院の人間が何で病院の人間が銃持ってんだうぅあっあっ脱出完了あっダメだ全然ダメだ 許してくれー。こいつは人質にしよう。あああ、あ、あ、死んだ。また知らない天井だ。このゲーム探偵ゲームじゃなかったのかこれをさ、ほらんで、こっから。あ、さすがに <laughs> あれいやいやいや、あのね、このゲームは探偵ゲームです。用意払うか。はあ。 余計な羽からっちまったぜ。さあ、なんか、殺人事件が発生してそのクエストをいつの間にか受けてたんで、ちょっと楽しく捜査に出かけましょうか。あ、ここ病院じゃなくて警察だったんだ。このガラス瓶を地元の同期クリニックに持っていけば、インストール済みの同期版の一つをアップグレードしてくれるぞ。インストール済みの同期版、18分の0。これ、自分サイバーパンク人間なのか。 確かに街の感じがサイバーパンクな気はしていたわ。とりあえずこの1202グラッシーハイツ。ここが殺人起きた場所よね。そこに行ってみようか。どれかグラッシーハイツだこれがグラッシーハイツらしい行くか、じゃあとりあえず。すげえな。これ全部自動生成なのやべえわ。これがグラッシーハイツ1階。1202グラッシーハイツ。12階ってことそんなにさすがにエレベーターで行くか。えー、っと、12。マジか。すげえ、このゲーム。 没入感がすげえあるぞ、このゲーム。これか。1202グラッシーハイツ。これ誰だとりあえず、ここら辺のドア叩きまくるか。あ、こんにちは。お名前はお前には関係ないことさ。そうなんだよな。今のところ私の経歴、探偵っていうか、ランドリーに不法侵入して捕まった犯罪者なんだよな。一応私はの探偵なんで入りますね、これ。あの、おぉダメか、やっぱり。やっぱり、警察と探偵で仲悪いみたいだな。あ、でも相手どっか行っちゃったぞ。じゃあ、 入っちゃおうかなーどれどれああ、被害者は誰、誰被害者は、鋭利なものや刃物による傷だ。死体の調査から被害者は刃物で切られ残虐に殺されたようだ。死亡時刻は月曜日1月2日。ふーん。ああ、これで、年齢とか、写真があるか、えー、痩せ型女性みたいなのも、どんどんプロフィールに追加されていくわけね。自動で。これはええわ。これを刺しておくことができるわけね。えー、あとなんかあるかな これなんだ缶詰か。とりあえずもらっとくか。なんつったって私お金ねえからな、今。おーい、無料缶詰。あ、インベントリがいっぱいだ。しゃあねえ。食べるか。んで、投げる。<laughs> 最悪だ、この探偵。うーん、でも特に、特になんかは、ないな。んこんなところに、んなんか、ナイフみたいなのがある。カッターがあるぞ。便利な道具、切断に使われることが多い。これだろう、もう。これがもう、どう考えても。 凶器だろう。こっちにもハサミあるんだよな。全然わかんねえな。お報いを受けるって書いてある。あ、金庫。くそ、鍵かかってる。この金庫からお金ちょっと欲しいな。どうせ死んでるんだからいいよな。ここら辺にないかな。あ、これお金だ。お金はもらっとくか。かなり高価そうな指輪だって。これはとりあえずもらっとくか。お、これは労働契約書。本契約書はブリタニー・ ボーーーウェンンンスとゴルデカパニの間に締結するブリタニー・ボーウェンスって誰だ ?G.O. ユンとの契約。なんかこの人、G.O. ユンのメガネの度数の情報エミリー・ワンガーとブリタニー・ボーウェンスの間の賃貸の契約書ブリタニー・ボーウェンスまた出てきたな。ブリタニー・ボーウェンスがここの人なんじゃないのでも同時に G.O. ユンっていう謎の人間の契約書もここにあるんだよね。だから、 この人が G.O. ユンかブリタニー・ボーウェンツ。で、一緒に住んでたもう一人の方が殺して逃げたんじゃないのケースクローズド。出生証明書 G.O. ユン、女性。この人はあ、でもこの人か。被害者の名前は G.O. ユン。はいはいはい。で、今んところ一番よくわかんないのがブリタニー・ボーウェンツ。同じアパートに住んでいたはずなのに、今は姿を見せていないと。だんだんわかってきたね。まあでもここでやりそうな証拠はこんなもんかとりあえず、 この G.O.U.N. と、この G.O.U.N. を同じ人間であるとしよう。で、今のところ、重要参考人がブリタニー・ボーエンス。同じ部屋に住んでいたはずの人。面白くなってきたぞ、このゲーム。まあ、あこの建物にはもう、何もやることねえし、窓でも割っていくか。割れねえ。これなんだこっから来ることもできんの ?12 階まですっげえ筋力だぞ。例えば、あそこに消火器があったな。消火器をさ、持って。えい、ー どうせ、ここにはもう戻ってこねえからな。人工豚肉も投げちゃおう。ええー、うわこのレンチとかも。ええー、<laughs> メガネがある。でも持ち主は不明だから何も使えねえな。この、最初から落ちてたメガネの横にもう一個置いてソースをか乱するか。よし、こんなもんだろ。この非協力的だった人の家に椅子投げちゃおう。えー、グラウンドフロアへ行く。で、今んところ、 この第一容疑者であるブリタニー・ボーエンスはゴールデン・カンパニーで働いているってことが分かってるから、とりあえずゴールデン・カンパニーへ向かいましょう。降りながらエレベーターのドア開けて回れる危険すぎるよし。ゴールデン・カンパニーへ向かうぞ。さあ、ゴールデン・カンパニーはここここか。明らかに入ったらヤバそうな雰囲気あるな。このトイレとかから行けないかな。うわえ怖っ。誰だよ、こいつ。話しかけよう。 こんにちは、お名前は言えないな。言えないことはないだろう。何か変なことを聞いたり見たりしなかったいや、何も。余計なお世話で、まあ、そらそうよな。これさ、トイレにはさ、監視カメラないんだよね。ほら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 ,おら相手出血した相手出血した <laughs> あはああ、いて,ていていてなんでおや、なんでこんなバカなことを。 かハ、ハンドドライヤーで乾かすかいやーいや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 、自由度高いな、このゲーム。んーじゃあさー、ほらっおー、セーフ、いいんだ。えーあやべ、なんか、なんかばれた。よーしよ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 し、いい感じだぞ。いい感じ。いや、いい感じなのかあ、れもガラスが割れても、これを外から開けることができないのかえーえー だめだ。入ることができねえ。これをさ、えいくそ、だめか。っていうか、血が、血が止まんねえ。死んじまう。あ警報を鳴らすあ警報を鳴らすと、これが閉まってくる。どうするんだ、これ。あの、しばらくすると元に戻るのか。うーん、どうしたらいいんだ、これ。本当に死んでしまうぞ、私これ。2回下がったらさ、なんかここ入れそう。入っちゃおう。でも、ここ入ったところでなんだよな。 あ、でも通気口がある。この通気口から行けるんじゃない上に。でもとりあえず、お金ないか見てくか。あと本気で血がやべえ。よし。私の考えが正しければ、ここら辺がゴールドカンパニーのはず。でも監視カメラがやべえ。いやでもね、よく見たら、この家、あれがない。マシンガンがない。だからバレても、まあ、死ぬことはないだろう。だから無理やり行く。 バレたバレたけど問題ないぜうわうわうわバレたけど全然問題いないぜやーいやーいやい当たって当ててみろ今回こそはパスコードを覚えておいてくれ8を逆から数えるんだすぐ変更をしないとってどういうこと ?8764 おお来た来た来たよしよしよしセキュリティセキュリティオフオフよし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 こんなところにパ,パスワードのメモがあってよかったぜ。 さあ、従業員データベース。データベースを検索。はいはい。えー、ブリタニー・ボーベェンス。ブーリー、いなくねもしかして違う会社だったかこれ。まあいいや。どっちにせよ、ここ自由に徘徊できるようになったから、なんかお金でもないか探しとくか。脱出できねえ。でも大丈夫。こういう時は、えいよしよしよし。消火器は最大の鍵って言うよな。さあ、出よう。 うーん。どこなんだここしかし。ここか。もう一個上だったか。まあでも方向性は合ってるよな。なかこっからはもう一個上に行きゃいいんでしょう、要は。いや、方向性合ってんのか探偵の割に、割と犯罪を犯しまくってる気がするけど、まあ、まあ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 。殺人の方が重たい、犯罪だしな。なんか大事の前の障子的なやつよな、要は。一個上に上がって、ここかフリーズして、全部消えてしまった。 まあでもやり方分かったよ。もう完全にこのゲーム理解したから、次の事件は一瞬でね、解決できるでしょ。たぶん。で、事件が起きるまでは、ちょっと不法侵入して、お金を稼ごうかな。早く殺人事件起きてくんねえかなーゴミ箱をさ、持ってそこら辺の人に、へいえいえいあっ <laughs> <laughs> ちょいちょいちょい、今の私じゃない、今の私じゃない。

あははあいやいやまだ生きてるかいやまだ生きてるわよかった私が殺人犯になっちゃったかと思ったわこのあたりはさ監視カメラもなんもないじゃんだからお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 らやべ人人、人がたくさん来たうん解放しに来た人おおら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  おら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 あ、やべえ、バレた。あら、おら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 なんてこった。でもなんかほら、個人情報はアホホロ手に入るわ。んで、監視カメラにも見つかってないから、罰金になんねえんだ。大丈夫かお前こそこんなとこ来て大丈夫かおら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 まあでも、さすがにね、探偵ゲームで他人を殺せはしないみたいね。でも、いざとなったら、無理やり指紋を採取することはできるらしい、このゲーム。 とりあえず、警察署に行って、なんかねえか犯罪的なやつ。いやあ、犯罪はさっき起きたわ。このパソコンさ、つけっぱじゃん。セキュリティ勝手にオフにしちゃおうかな。オフ、オフ。え私プレイヤー以外に対してのアラームをオン。ここにいる奴ら全員死ぬんじゃないのそしたら。何も起きねえな。あ、何かが起きてる、何かが起きてる。プレイヤー以外をめちゃめちゃ攻撃してるぞ。 大変なことが起きる。大変なことが起きてる。<laughs> あらら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 。警察署で大変なことが起きてるよ、これ。俺、誰かがパソコン使ってんじゃんで、横から入って、で、プロファイルからパスコードをもらう。で、こっそり逃げる。<laughs> このゲーム <laughs>、これでいいのか誰かがパソコン使ってんなこっそり、あ、誰も、こいつ、仕事してるふりだ。やられたぜ。全然事件が起きねえな なんで起きないかっていうと、私が警察署のセキュリティをめちゃくちゃにして、仕事を不可能にしてしまったからなんですけど、ダメだ、ほら。マジで <laughs>。警察署がぶっ壊れて、事件が全く起きねえ。一旦、やり直そう。ノバマンシティ、三回目。いやいやいや、ノバマンシティも色々あったけど、そろそろ、ちゃんと、仕事したいよな。探偵として。うん、この、ランドリー、不法侵入してんだよな。やべ。 すいませんここは立ち入り禁止だぞだってうるさいなあうるっえいやべっパンチ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 よし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 おら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 えっ、ー、と鍵をもらってお金もらってなんか名前とかも全部確認しててか銃もらえんのこのゲームこのゲーム銃あんの 新しい殺人、え、私じゃないよね。でも銃で、あ、やべ、起きた。え、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 えええさて、やっぱさすがにね、探偵ゲームとして、銃で攻撃ができないみたいだ。まあ問題はこっからどうやって帰るかだな。あそこになんかあんじゃん、あれが。こっから帰ろう。普通に強盗しちゃったなぁ。 普通に強盗しちゃったなーっていうか、普通に強盗しちゃったな。まあでもほら、返す言葉ねえわ。どうやって脱出したらいいんだ結局ここに戻ってきちゃった。でも開いてる。よかった。ふー、やれやれ。危なかった危なかった。さ、役所で殺人事件の、ね。いや、違うよ。私がやるとかはそんなことじゃない。さっき強盗したエニス・スワンソンの家の鍵をゲットしたから、この人の家に入ってお金をゲットすることだった。 ああ、でも住所をゲットできてね。やられたー。しゃあね。事件についての詳細を聞くか。えー、801、ジャオタワー。ここか。私も慣れてきたもんだよ。探偵業。んで、この人が、ここにいきなり入ろうとするとこの人が文句言うんだけど、あっち向けよ。これをさ、えいめちゃめちゃ目こっち見とるわ。この後、じゃあさっきと同じ、同じ手で行こう。お いや、どっか行った,どっか行ったよーしまだドア閉めちゃおうさあ被害者はどこかしら見たえー、死体の調査から被害者は刃物で切られ残虐に殺されたようだとさっきと同じやねあダンベルは攻撃できるんだほらその話はやめにって書いてあるこれマジで何なんだろうなさっきもあったけどでこの人の指紋はタイプ K でしょ周りに落ちてるカッターナイフとかは指紋のタイプが J なんだよねこれさこいつが 犯人なんじゃないのこの名前もわからない。指紋しかわからない人間が。チェック。んで、こいつが、被害者。今のところはこういう感じだな。バッドバーデン、勤務登板表。バッドバーデンとは誰なのか。まあでも、多分こいつがバッドバーデンなんだろうな。あ、ラッドバーデン。 ラットバーデンの顔がやっぱりこれだったんで、ここにあったメモと繋げて、やはり、被害者の名前がラットバーデンで確定と。面白くなってきたぞ、このゲーム。いや、その前にめちゃめちゃ面白い頃たくさんしたけどな。この肉を取ってさ、投げて。えい <laughs> 操作か乱。このダンベルとかも投げてさ、えいあ、やべ、バレた。あ、やべほ人入ってきた人入ってきたすいませんいや待てよ、ここならバレない。いや、バレてる。 さすがにな。やべえ。いやいやいや、まさかあいつがまだ外にいたとはな。お前はいるふっよし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 、また入れたぜ。これがラットバーデンの部屋か。おっこれなんて書いてあるんだ ?7521 か ?7521。オッケーオッケーオッケー。7521。イエーイお。なんだこれ。特殊能力を追加するためのなんかだわ。 で、保管ボックスにはああラットバーデンの勤務先コマースサンズ賃貸の契約書あとは経費か大したもんは書いてないなやべえまたバレたすいませんすいませんやべえめっちゃ来てるめちゃめちゃ追ってくるでも大丈夫ちょっと隠れれば許されるからなこのゲームで意外とスッと入れるからパソコンを見ても大してないなとりあえず窓割っとくかあご苦労さんでーす うーん、でもさっきの話と、さっきのあれと違って、犯人が誰なのか解目検討がつかねえな。とりあえずできることと言ったら、ラッドバーデンの勤務先、コマースサンズに行くことくらいだな。ここここか、コマースサンズ。結局やっぱり閉まってんだよな。じゃあね、また、通気口から入るか。あ、でもこの真下から入りそう。よし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 通気口大好き。これの真上が、コマースサンズなはずなんで、 ま、今回は多分、そんなに難しくないはず。ここかゴールデンカンパニーって書いてあるぞ。なんか全然違うところに来てしまった。でも、パスコードゲットしちゃったし、やべ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 。やべ <laughs> 大丈夫。パスワードあるからセキュリティはいくらでも無効化できるって寸法よ。全然無効化されねえ。さあ、どうしよっかな。こっから顔を出したら一瞬で蜂の巣になって死んでしまうぞ。 うわ、なんだえなんか、なんかうまくいった。これ、もしかして謎の力で一回、下の階にワープしたのか今。だからパスワードが効かねえんだ。かといって、いや、ここに、通気口があった。危ねえ、マジで。積むところだった。このゲーム面白いんだけど、やべえバグが、まあまああるぞ。おい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 。ちょ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 待って待って待って。めちゃめちゃいい、え、子供めちゃめちゃいろんな人間に敵対されてるわ。まあ、わからんでもない。やべえ。 やべえ。やばいって。やばいって。あ、あ、もう死ぬ死ぬ死ぬ。やばい。なんでここの人間こんなにみんな銃持って私のことを撃ってくるんだいや、まあ、まあ、まあ、いや、わかる。わかる。それくらいのことはした。しゃあねここ開ける。で、中に入る。ここならもう逆に安全だろ。もはや。 ただ、私が行きたいのはコマースサンズ。でも、コマースサンズは、この通気口から行けそうな感じするな。一個下の通気口から上がってきて入れそうな雰囲気があるな。よし、ここからだ。ふぅ。いや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 、大変な目にあったわ。私はただ探偵をやりたいだけなのにな。よし、ここが、まあ、被害者の勤めている会社だね。ラットバーデンって書いてある、これいきなり。あなたはオフィスマネージャーでの役割において、業績に問題があるため、観察処分としますと。えー、うん、これで、 こいつが殺すんならわかるけど、殺されてるんだよな。やべ、見つかった。やべえせっかくここまでたどり着いたのに。とりあえず、マードを割っていくか。一旦でもセキュリティを無効化しないことには厳しいな。調べるのも。やべえ、なんかいつの間にか、アホほロたくさん検証金かかってんな、私に。身に覚えがあるかないかで言われれば、めちゃくちゃあるんだよな。でもね、殺人事件を解決するためだから許してほしい。 よいしょ。さあ、パスワードここら辺にあってくれよ。やっぱパスワードね。パスワードないとこれどうしよっかな。マジで。あそこら辺の扉にさ、入って、なんかあることをねら、願うしかないな。今だよし。これなんだトイレかオフィスの中にトイレあんのかいやいやいや。じゃあもう一個もトイレなのかいや、違う。 お、来た私のオフィスのコードは3389にセットされました。OK, OK, 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 OK. で、急げよし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 。3389。OK, o オッケ OK, OK. よし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 。3389。よし。カメラを完全オフにしとく。o ーこれで堂々と調べられるぞ。あら、ラットバーデンがリアに対して、ほら、言っただろ まだか少しは多めに見てくれないのかと。うんうんうん。これは一応印刷しておくか。リア・クラークが怪しいね。なんとなく。リア・クラークの指紋が見たいな。犯人の指紋は多分 J なんで。いや、ほんとかこの勝手に持ってきたカッターナイフの指紋が J。で、おそらく犯人とされる人間の指紋が J。リア・クラークの指紋をちょっと見たいですね。私は。従業員データベースから直接リア・クラーク。 あリアクラークは社長ね。社長は殺すかなでも指紋がタイプ T だ。うーん、なんてこったもう一回じゃあラットバーデンのパソコンを見るか。じゃあこのラットバーデンに届いてる、ユナ・渡辺ラットバーデンと関係がありそうな人。おい本社より電話がありまして、来週冬エリア内でのオフィスで1対1でミーティングを行いたいそうです。と。ユナ・渡辺から来ておるんで、えー、ユナ・渡辺の指紋とかをも,も,もらえるんだよな。 こいつはタイプ U。うーん。やべ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 。うわ、マジかやられた <laughs> また知らない天井に来てしまったぜ。まあでも、もう一回、被害者の家に行ってみるか。念のためね。何か見落としてるヒントとかあるかもしんない。まだあいついんのか。邪魔だな。割っといた窓が修繕されてる。やるね、このゲーム。 資格がなかったんだ。出世したきゃ人殺せ。私の尊厳を得よ。なにぃこれの指紋はタイプ J。だからやっぱりタイプ J の指紋を持ってるやつが怪しいよな。タイプ J の指紋かぁ。このラッドバーデンと関係がありそうな人間は誰もタイプ J の指紋じゃないんだよな。出世したきゃ人殺せ。私の尊厳を得よ。っていうのは、なんか上司っぽいんだよな。そうなるとやっぱり、お、お金入ってる。 そうなるとやっぱり会社の人間って感じはするけどな。マジで誰なんだこいつ。指紋がタイプ J っていうこと以外何もわからん。もうやっぱ上司とかだと思うんだけどなぁ。いや、待てよ。ちょっと降りますエレベーターからこんな降り方していいのかこれさ、エレベーターこの人さぁ、ほらほらこの人さぁ、こう、あー、こっからお世話しないのか。 いや押べるぞ、こ,れやべことしちゃった。まだある、いくらでも。やべこれ軽いからダメだ。くっそ。確か、犯人の家にダンベルかなんかがあったあとだ。ああ、これでいいや。やべ起きてる。ああ、くっそー、頑張ったのにー。でも、おとがめなしなんだな。でも、諦めきれねえな。あの人を下にっこすの。おいでおいで。おいでおいでおいで。ほらほらなんだなんだ あ、起こしに来たのねおいおいせっかくせっかく気絶させたのにほらほらほらよし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 まったく余計なことしやがってよしこんだけやれば大丈夫かなふっよし <laughs> 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 あーついでにこいつも落とすかやべ起きたええええやべい、消えるやられた まあいいや一番下までよろしくさて果たしてこれ一番下まで行ったらあの人潰れちゃうんじゃないの大丈夫かないねいないしこの被害者のアパートで指名手配されたかもしんねぇでも少なくともここを見張ってた人は消滅してしまいましたねあやべああ,あ,あ,あいっ もう、何回通報された気が済むんだどうしよっかな、このゲーム。全く関係ない人間の。もう、とりあえず仕方ないから窓あっとくか。もう、この人が犯人ってことにしよっかな。でも、指紋が違えわ。くっそ。とりあえず、シャワー浴びるか。やばいまた警報鳴らそうとしてる。んあ、は <laughs> はあいつさ <laughs>、あの人の財布スから、私、鍵を盗んだのよ。だから、ここ閉めたらあの人帰ってこれない家に。自分の家なのに。 かわいそう。こんな、アホなゲームあるかだって、脱出脱出脱出だやばいやばいやばい,いやぶねえ。まあ、あとりあえずこのコマースサンズに行って、もうな、そうだ。このゲームはなんか強盗とかするゲームじゃなかった。よく考えたらね。犯人を見つけるゲームでしたわ。マジで誰なんだろうな。人事部長のダーシー・ドイルはどうダーシー・ドイルタイプ X。うん。 だから被害者は、疎まれていたわけでしょでも、誰なんだ、マジで。人事部長なわけないか、よく考えたら。パソコンの指紋を全部調べていくかタイプ Y。こいつのガネ、ね、タイプ J だぞ、指紋。あがーレベデブ。こいつは指紋がタイプ J。マーケティング管理者。はんはんはん。どこに住んでるかの情報がねえな。これが奴のパソコンだから、どっかにないかなー。えい。 もう一個入ってない部屋があるんだよな、ね、あそこに。ここに入っちゃおう。お、いいじゃん。従業員の情報じゃん、これ全部。意欲的な従業員である、口数が少なすぎる、努力なしに成功は見込めない。確固した労働倫理を持ち、成功に意欲的。へぇー。でもそれじゃないんだよ。私が欲しいなそんな情報じゃない。どこに住んでんだ、こいつはマジで。まあいいや。この中で住所が分かってんのは、リア・クラークだけだ。リア・クラークが住んでんのが、1701ヤンハイ。だからそこに行くか。ここか。 ヤンハイツ1701。最上階じゃん。さすが社長。これか。コンコン。一応、肩ナイフ構えとくか。はい。この人が社長よな。何かにえちょっと待って。今出てきた人がそう、で、今出てった人がそう。もしかして。こいつってことはこいつが犯人なんじゃないの社長とこの人がどうして同じ部屋にいたのかは、まあ、それはそれとして、 こいつの後ろついていくか。こいつの後ろついていかなくてもさ、ぶん殴って財布から住所抜けばいいんじゃないのうで。ふい。よーし。401グラッシーハイツ。オッケーオッケー。鍵をもらいつつ、まあいいか。これで。よしよしよし。Thank you。これから向かうのはこいつの住所401グラッシーハイツ。オッケーオッケー。まあ財布からね、あのー、いろいろ抜き取っていたんで、オープン。いやいやいや。 意外と簡単だな、探偵って。あとはこいつのパソコンをね、どうにか調べられたら一番いいんだけど。しかし指紋だけでこんなに犯人を断定してしまっていいもんなんだろうか。っていうか、このカッターナイフのさ、スキャンしたら、持ち物こいつになってんじゃん。ってことはもう確定じゃん、犯人。犯人の名前、場所の、場所にいた証拠はないけど、家わかった、武器見つけた。殺人犯の名前は、 こいつその発人犯が場所に行ったという証拠、指紋、家はこれ、使われた武器はこれ、あとは逮捕か。逮捕も何も、さっきぶっ倒しちゃったからな。今どこにいるんのかなあの人。うーん、ここの通りにいなければ、どこに行ったのか。あー、いた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 。どうやって逮捕するの、でもこれ。とりあえず殴ってみるか。さて、ふふ。うーん。 えー、手錠をかけるにはその市民の後ろから近づき焦点を合わせる必要があるああ、その前にまず手錠がやっぱ必要なんだアイテムとしてやられたぜ手錠を手に入れてからもう一回帰ってくるまで気絶してるだろ多分手錠手錠を購入よし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 頼む無事でいてくれよよし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 手錠ちょ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 待って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 あれ犯人捕まえてんのよ 犯人捕まえてんだよ、私は!生徒ボーイ、生徒ボーイ生徒ボーイ、生徒ボーイ、生徒ボーイよし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 で、さっき捕まえたこいつは、犯人を捕まえて、そっか、こいつはもう動かないのか。動かないってことは、じゃあ、ナイフで。いてー <laughs> <laughs> まあいいや、これで役所に、解決書類、おおめちゃめちゃ七種類類だ。まあ、やったのはだ私だけど。 これを書類に届けて、えーケースクローズド。つまり、解決となるわけですね。えー、書類を提出。提出した事件を処理します。しばらくお待ちください。これで全然違う人間だったらどうしよう。よし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 。使われた武器を見つけたのか罰。あ、そう。解決。やったー。ソーシャルクレジット250ももらった。それまでに相当やばいことやったけどなぁ。え、この、 何このカッターナイフはもらっていいんだ。まあでもいい感じにね。犯人もわかったし今日はこんなもんにしとこうかな。ふうじゃあもしよかったらチャンネル登録お願いします。それではまた今度